どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、こちら防衛側がオエモンジャパンのキャンキャンさんです。あら、なんですけれども、こちら編成見てくださいよ。編成ジャイヒ、そして援軍の30体に6体ジャイアントが入っています。ジャイアント12体、そしてヒーラー3体、ジャイホグとゴーレムを一切使っていません。こちら本当に興味深いリプレイとなっております。早速見ていきましょう。まずはですね、こちらホグライターで援軍を釣ろうと試みてラバハウンドが出てきました。やっぱラバハウンドね、すぐ出てきちゃうのが難点ですよね。まあということで、なんかさりげなく援軍を釣りつつジャイアント6体出していきました。そして援軍のジャイアントレベル7です。こちらはタウンホール9でジャイアントがレベル6が使えるんですよね。そちらの HP の方が900ちょいぐらいで、もうですね、レベル7を超えると1000を超えるので、もう非常に強いんですよ。で、なぜここゴーレムじゃなくて、ジャイアントなのかと。ジャイアントとゴーレム、やっぱりですね、攻撃力が全然違うんですよね。やはりジャイアントが固まった時のこのドカドカドカと、ジャイアント自身が、攻撃力になれるんですよね。ゴーレムを使うとどうしてもやはり、後ろからウィザードやアーチャークイーンが必要になってくるんですよ。よってアーチャークイーンのレベルが高くないとダメであったりとかいうことが発生してきてしまうんですね。もうここでホグライダーを回していくと、まあ、今回ですね、その相手の方に攻められてしまったので、その暗面にこうここをどうした方がより成功率が上がるとかいう、そういう話を聞くことはできないんですけれども、皆さんですね、ここでホグライダーの強さについてちょっと語らせていただくとですね、タウンホール9でホグライダーがタウンホール10と同じレベルで使えるんですよね。ホグライダーレベルマックスでタウンホール9でも使用することができます。そしてヒーリングもなんとレベル6で、使うことができるので、タウンホール10さながらの攻撃力と耐久力を備えることができるんですね。まあこちらですね、そして時間切れ用のウィザードもしっかりとこう時間切れ対策のですね、ウィズも残っていて、やっぱヒーラーの強みっていうのは最後までこう残ってくれるんですよね。まあその防衛施設がなくなってしまったらヒーラーはただの飾りになってしまうんですけれども、防衛施設が存在する限りもうヒーラーの安心感というものはもう全くもって違います。まあですね、こんな感じで、うちのクランでもその何ですか、ジャイホグをですね使うプレイヤーっていうのは結構います。でですね、ここでやはり先ほども申し上げました通りですね、やっぱり攻撃力が格段に違うなと思います。やっぱりゴーレムですと、やはりもう壁をね殴っちゃったりすると、うわゴーレム出た、ゴーレム壁殴ったよ、お前殴んなって感じなんですけど、メンテナンス嘘マジかいつ撮影したのか分かっちゃうな。そうなんですよね。ということで、こんな感じでやはりその全部喋ろうとしたこと全部頭抜けた。こんな感じですね、攻撃力を備えつけたジャイアントと思ってもらって結構です。そのジャイアントの上位互換がやはりそのまだバルキリーであったりとかね、まあいろいろあるんですけれども、ということで今回はタウンホール級のジャイホグの紹介でした。こちらもですね、ぜひとも皆さん試してみて、タウンホール級全開プレイヤーになってクラグラをもっと楽しみましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。